こんにちは。こんにちは。免除太郎さんです。どうも、免除太郎です。第1回大会からお世話になって、ね、ありがとうございます。もね、ありがとうございますずっとね、来てくださっていろいろ展開しね、はい、最初はあのミュウツーからし、そうです ね、あのセコンドについてどうやってお願いされていってからですからね。そうですね。今回もね、もう3回だから何回までやるんですかちょっと私は分からないんですけれども、私も何回目までカメラマンなのかなって思いながらいます。いつもあのツイッターでも見てますけども、はいはい、プロレス頑張っているみたいですので、ね、そうですね、最近楽しくて、ね、あ、そうですか、うん、あの僕すごい筋トレが嫌いだったんですよ。あ、そうなんですか。でもなんか最近始めたら楽しくなっちゃって、はい、今日も本当は筋トレしたかったんですけど、うん、筋トレしないで来ましたさっきちょっとだけやってました。あ、そうですね、はい、なんかジムにもね、すごくまめに行ってらっしゃるんで。そうですね、うん、まあもともとその格闘技やってた頃も週6で行ってたんで、うん、すごい、すごすぎる。そういうの通うのは好きなんですよああ、うん、もうでもファイトしたいみたいな状態ですか、ジムに行ったら。昔は筋トレとかしないで。そうですね、もうスパーリングだけやってたから。あ筋トレが楽しくて。あ、昔はあれですよね、よくなんか相談みたいなやってますよね。はい、僕もいいですか、相談もいいですか、急に、うん、いいすいません、頼んじゃって。三上さんのね、あのチャンネル見るとなんか相談聞いてるとかなんで今も言ったんですけど、はい、ジム行くのとか筋トレするのが楽しくて、はい、アルバイトもしてるんですよ、はい、で配信もやってるじゃないですか、はい、時間が足りなくて。あ、確かにね。でもそれが僕の今の悩みです。睡眠時間どれぐらい取ってらっしゃいますか。5、6時間です。あ、同じですね。そうするとあのちょっと体に不調が現れる気がありますよね。そうですね、たまに1日休む感じですよねそうですね、1日もう充電切れた状態ですよね。そう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 、もうフル充電しないとそう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 、次の週動けなくなっちゃう。そうですよね。そうするとやっぱり時間作るって言ってももう試行錯誤してもうやっていくしかない状態になっちゃうんですよね。うん、皆さんね、うまくやってる人なんかはね、その時間をね、はい、有効活用してますけど。そうですね。どうしたらいいですかね。ね、バイトって何時間やってるんですか、いつも。バイト週2回ぐらいしかやってます。週2回か3回で、ね、まあ、夜の仕事なんで、ね、夜から朝方にかけて。そこから5時間ぐらい寝てもうジム行っちゃうんですか。そうですね。あ、それちょっと長くはできないですか。1日30分ずつ。30分ずつ、うん、はい。あ、ジムを、あ、トレーニングを、うん、寝る時間を30分ずつちょっと、うん、ずらして、うん、あの増やせませんか。寝る時間を増やすんですか。うん、寝る時間を増やしたらそのジム行く時間減っちゃうじゃないですか。何時間行けますか、ジムは。あ、ジム寝る時間を 6.5 とかにしたら何時間行けますか、はいはい、そうですね、そうしましょう。いけますか、少し。いけますね。じゃあそれでお悩み解決です。解決ありがとうございました強制的に寝る時間を作んないと、はいはい、でも筋肉って休めないとダメなんですよね。寝てる時に育つんでね。そうですよね、寝る時間に。ファイターですよね、はい、プロレスだとやっぱ筋肉見せるみたいなとこありますよね。はい、三影さんのお悩み解決今回も 120% 解決していただきました。ありがとうございますありがとうございました。どうもありがとうございました。